というラケットが今日の、発表の商品になってまいります。こちらのですね、一番前にあるグリーンのこちらのラケットになります。今日多分この後皆さん観戦されると思うんですが、モーフィス選手、そしてゴファン選手、そして、同じく北京では今日ですね、ラオニッチ選手が使って、いくモデルになってまいります。じゃあこのブレイドってじゃあどういうラケットなのかと、まあ、一言で言いますと、ねじれ、しなりを復元する際にパワーに転換しようというラケットでございます。ラケットというのはですね、ボールが当たりますとどうしてもこうしなりますね。と同時にラケットというのはボールが当たるとねじれるという、こういう作り物なんですね。でこの、しなりとねじれが同時に起きたものを戻すことを計算して、作っておりますラケットになります。でそれが飛ぶパワーにつながるというようなラケットになってまいります。それを可能にしているのはですね、ラケットのこの部分になります。ちょうどですね、このラケットのスロートの部分を見ていただければ分かりやすいんですけれども、アロハベットでいうと D の形をしたフレームがちょうどこのラケットの面のところから上と下でねじれているような作りになっています。これによって先ほど言いましたしなりとねじれを計算にして復元のパワーに変えるというような作りになっています。X ループテクノロジーというんですが、これがウィルソンのブレードには代々受け継がれている変わらない普遍のテクノロジーと覚えていただければと思います。そんなブレードですね、今回どういうふうに変わるのかというお話をさせていただくんですが、一つ目がですね、アンコンタミネーティッドデザインになります。直訳しますと汚染されていないという言葉になってくるんですが、まあ、見ていただきまして非常にシンプルな、本当にパッと見た時にはですね、メーカーのウィルソンというロゴぐらいしか目につかないんじゃないかなと思うんですけども、このデザインはですね、あちらにいますフェデラーが絵であるんですけれども、フェデラーがもともと作ったデザインでございます。まあ、今の時代いろんな商品がですね、非常にこうノイジーだと、パッと見た時にフェイス面積であったりテクノロジー名であったりいろんなものがラケットに載っているのをよりシンプルにすることで逆にメッセージ性を強くしようということで生まれたあちらのプロスタッフと同じ、アンコンタミネートデザインというのをこちらのラケットにも採用しています。ウィルソンのですね、一番アイコニックなところになるんですが、時計でいう三軸子の部分にだけ色をつけまして、スロートにウィルソンと書いて、そしてロゴの部分というかですね、商品名のところになるんですが、こちらの上位モデルだけは普通ですね、こういうところにブレードとロゴが入っていますけれども、これステッカー貼っていくんですね。なんですが今回の商品だけはもっともっとより高級感を出そうということで、このような形で入れております。焼き付けというふうな言葉でお話しすれば一番分かりやすいのかもしれませんけれども、触っていただくと非常に質感が高いですね。こうデコボコとした肌触りも味わっていただけるようなロゴの入れ方になっております。2つ目、これはですね、コーティング剤が今回新たに変わります。これもあちらのフェデラーがリクエストしたものなんですけれども、手触り肌触りをもっと極上なものにというところで、我々ですね、ベルベットペイントコーティングというものを採用しています。こちらはプロスタッフとグレードに搭載しているコーティングなんですね。この黒い部分の塗装になってまいりますけれども、後ほどぜひ触ってみてください。そんなわけないんですけど、触ると柔らかいとおっしゃる方が結構おられます。カーボンですから柔らかくなることはないですね。ただこう手に吸い付くような、もっと心地よい、手触り肌触りというのを体感いただけるかなと思います。そして次に変わる部分が非常に大きな変化になってまいります。素材がですね、変わってまいるんですね。どのように変わったのか、なぜ変わったのかの紹介をさせていただくんですが、今日は詳細までまだご報告できないんですが、ある選手からですね、大体誰か分かっちゃうと思うんですけども、フルセット戦うためのパワーが欲しいんだというリクエストをされました。それで我々ですね、新しい素材を今回開発したんですけれども、それをこのブレードにはいち早く搭載をして発売をさせていただきます。一言で言うとパワーアップということになるかと思うんですけども、パワーアップするためにはじゃあラケットどうしたらいいのか、簡単に言うと面を大きくする、厚みを太くしてしならないようにする、いろんな方法あるんですけども、今回ウィルソンが通った切り口はちょっと変わった切り口を取らせていただいています。疲れないということはパワーアップにつながるのではないかという考え方です。そうですよね、皆様も多分ワンセット試合をされた時に1ポイント目の体の元気が最後のポイントまで続けば、それはパワーアップにつながるのではないかなと思います。そういった切り口での新素材ということになるんですが、
素材名がカウンターベールという素材になります。自転車もしよく乗られてる方はご存知の方おられるかもしれません。自転車業界ですね、結構使われている素材なんですが、NASA にもですね、購入を受けている素材ですので、非常にその商品価値というかですね、本物感という部分が高まるかと思いますけれども、一つこういったムービーをご覧いただきたいと思います。カウンターベールという素材が真ん中ですね、上にあるのが通常のカーボン、下がアルミニウムになるんですが、衝撃振動を加えた時の減衰性、衝撃吸収性能というのが非常に高いのが分かっていただけると思うんですね。約 30% 通常のカーボンよりも衝撃吸収性能が高くなります。なので非常に体に優しいということになるんですが、これがなんで疲れないことにつながるのかというご説明をさせていただきますが、筋肉が疲れるというのはどういう時かというと、外から振動を与えられた時にそれを止めようとするために無意識に筋肉が働くんですね。なので振動が少なければ少ないほど筋肉というのを休んでられるということになっています。なので自転車なんかによく使われているんですけども、このカウンターベルを搭載したラケットと搭載していないラケット、筋電図を用いてこういった実験をしました。上腕二頭筋、三頭筋、手関節、腹筋群という、腕の中の筋肉ですね、この働きを調べていきますと、カウンターベールが入っている方が 14.5% 休んでいるということが分かりました。ということは筋肉が働いている時間が少ないんですね。結果的に疲れないということにつながってまいるかと思います。ここまでは、データ上のお話になってくるので、またウィルソン言ってるよと皆さん思いかもしれませんけれども、それを立証してくれている選手が実はもうすでにいます。ラオニッチ選手なんですが、デザインは現行のモデルのデザインをついているんですが、中身はこちらの新しいカウンターベール入りのラケットになっています。なぜかというとですね、去年の年末彼は非常に怪我を繰り返しまして、マスターズ出れなかったというところがあったんですね。で、復帰するにあたって、少しでも体にいいものというところで、あの選手のリクエストによって作った商品をラオニッチ選手にも提案してみました。そうしたところ彼はすぐに使用を始めたんですね。そして今から皆さん3つの数字をお伝えしたいと思うんです。これがその疲れないというものを立証している数字になるかと思います。まず、ウィンブルドンの中でも見られてたかもしれませんが、5セットを戦った時の、勝ち星数が今年だけでもう4つになるんですね。これは彼が、生涯かかって、獲得した5セットの勝利数と全く一緒になります。今年だけでもう4つ勝ってしまってるんですね。そしてもう1つ、こちらもウィンブルドンからのデータになりますけれども、5セットを戦った時の5セット目の時のアベレージサービススピードです。落ちないんですね。5セットに入っても210球を打ち続けるということがいかに疲れてないかということにつながるのではないかなと思います。そして最後、非常に面白いんですけれども、彼今年に入ってですね、見た目ちょっと変わってるの皆さんご存知でした？右腕を見ていただければ分かるんですけれども、彼はですね、去年まで、このように右手だけ長袖を着ているというかスリーブをつけていたんですね。これは非常に、衝撃吸収性能を上げる効果があると言われているものなんですが、カウンターベール入りのブレードに変えてからこれが必要なくなりました。本当に彼自身が体感として、非常に衝撃吸収性能が減っている、だから疲れないということが皆様にもメッセージとしてこの写真で分かっていただけるかなと。ここでですね、ラオニッチ選手からのこのラケットのメッセージ届いてますのでご覧ください。I've been using the blade with countervail since the off season of 2015 when it was first given to me to try. And then by the time rackets got around to me, I switched to it 3 days before the Australian Open. It felt so good, and I trusted one of the four biggest tournaments of the year with that new technology. And it's given me a good feel without changing. And I think that's been the biggest aspect. I thinkthat what the technology is trying to achieve, it does, but it does not change the feel that I've gotten used to through generations of the blade. And I think that gave me the most security and confidence in the racket, and the racket taking care of the job for me. And I think it just allowed me to feel less wear and tear on my arm. And I've played a few 5-set matches already, and I've felt comfortable and strong in them. And, I think I've been in great shape, but I think the racket has also been a big aspect of that. I'm Milos Raonic, and I play with Countervail.
それではラケットの紹介をさせていただくんですが、今申し上げましたラオニッチ選手、そしてモンフィス選手、そして、ゴファン選手が使っていくラケットがこちらになります。ブレイドの、18-20 という目の細かさになってまいりますけれども、こちらのラケットになっていきます。過去のですね、ブレイドとスペイクに関しましては全く一緒です。変わりましたのカウンターベルというのが入ってますので、フレームの内側を見ていただきますとカウンターベルのロゴがついています。こちらがモーフィス等々の、海外の選手がですね主に使っている、商品なんですけども、ウィルソンの選手の中で一番このラケットを使っている選手が多いですね。プロスタッフでもなく練習用のバーンでもなくというところになっています。そして日本ではですね、こちらの方が人気があるというところになるんですが、内山康隆君なんかが使ってくれています16-19のモデルですね。重さ、ウェイトバランスとは全く一緒なんですけど、目の細かさだけ少し変わります。なので、ソフトな打球感というのはよりこちらの方が際立っているかなと思いますが、飛ばしやすさも、高まってくるかなというところになります。そして3本目がですね、彼知っていただいていますでしょうか、クズネツォブという選手なんですが、フレンチオープンウィンブルドン西国に負けたんでですね、見てる方多いようなところもあるかと思いますが、彼はブレードの S ラケというものを使っています。こちらのラケットですね、少し軽量になる部分と、ストリングスパターンが、通常のラケット多分皆様、お持ちではないと思うんですけども、世の中すべてのラケットというのは縦糸より横糸の方が絶対多いんですね。それを逆転させたラケットになってたったそれだけでもね、ウィルソンパテント取ってるんですね。でなぜかというと、その理由が S なんです。 S はスピンの S になってくるんですけれども、縦糸より縦台なり横というストリングパターンにすることによって回転が自然とかかるようになります。言葉で言いますとスナップバックと言いますが、これが縦台なり横のストリングパターンとノーマルのものと比べると、当たり前なんですが、これだけストリングスがずれて戻るスピード、幅というのが変わってきます。なので回転が自然とかかるということになってくるんですが、ブレードの中で回転が自然とかかりやすいのが S モデルなんだと覚えておいてください。1本ですね、軽量モデルもこちらでご用意させていただいています。 285g なので、非常にジュニアでも使ってもらえるスペックかなと思いますが、この4本が98というモデルになっています。そして、さらにですね、今回2本追加させていただくんですが、セレナという選手ですね、ご存知いただいているかと思います。もう史上最高の選手、女子選手と言ってもおかしくないんではないかなと思いますが、彼女が使っているラケットがこちらになります。メイドサイズが104になります。そして長さが1インチロング、今あまり珍しいスペックかなと思いますけれども、セレナが使っているというところではフレームの内側にセレナのサインがここに入っていますので、こちらも後ほど見ていただければなと思います。さらにこの後ですね、グランドスラムの勝利数稼いでくれるんではないかなと思います。そして、これをですね、もっともっと使いやすくした104というものも出します。こちらですね、こちらはですね、特に女性の方含めて私おすすめできる商品かなと思います。100を超える面で厚みが 22mm というのはもうほぼマーケットにはないようなスペックなんですね。柔らかさが出て本当に弓矢のようにボールを飛ばすことができるという商品になっているかと思います。本当はこの後コートで大会いただければよかったんですが、残念な雨ですけれども、こういった商品があると覚えておいていただきたいんですけれども、特にこの104の2本ですね、おすすめしたいポイントとしましては、後ほどご覧ください。このフレームの内側の部分、クロメットフォームが非常に大きくなっています。これによって、ボールとラケットが当たった時のストリングス可動域ですね、こちらが非常に広がります。なので球持ちがすごく良くてですね、思ったところにボールを送り出すというようなイメージを持っていただければ打球感想像できるかなと思います。最初に紹介しました3本に関しましては12月の発売になります。あとその他のモデルに関しましては軽量モデルが2月、104も2月、セレナのモデルだけが1月という